んさつき、今度の休みは一緒に出かけようって言ったじゃん。行かない、もういい、ばあちゃんなんて知らない。約束破るばあちゃんなんて大嫌い。そういうことだったんだね。ああ、ばあちゃんは私がミュージックスクールの子に遊びに誘われたのを知って、それで私がその子たちと遊べるように用事があるから一緒に遊べなくなったって言い出したんだ。でも私はばあちゃんが約束を破ったって怒って、結局部屋に引きこもって誘ってくれたことも遊ばなかった。なんでこんな大事なことは忘れてたんだろうな。ばあちゃんのこと大嫌いなんて言っちゃってさ。仕方ないよ、知らなかったんだし。そう言ってくれるのは嬉しいよ。でも似てるね、アリサとアリサのおばあちゃん。え？自分のことより相手のことを考えちゃうところとか、なんだかアリサのおばあちゃんみたい。私が？うん、確かにそっくりだね、その優しいところ。おお、ありがとう、みんな。ばあちゃんに謝りたいな。なら行こう、今すぐ。ばあちゃん、ばあちゃんに早く会いたくて。ばあちゃん、小さい時約束破ったなんて言ってごめん。思い出したんだ、あの時何があったのか、ばあちゃんがなんであんなこと言ったのか、ばあちゃんがどれだけ私のこと考えてくれてたのか。それに気づけなかった私がばあちゃんにひどいこと言っちゃったことも。なのにばあちゃん、私のためだったなんて一言も言わないで変わらず優しくしてくれて、そのことにやっと気づいたんだ。今さら遅いかもしれないけど、でもちゃんと言いたかったんだ。ごめんばあちゃん。あとありがとう。ばあちゃんが謝る必要なんて。そんなことないよ。ばあちゃん、今さらかもだけど、ばあちゃんの気持ち嬉しかった、あの時も、それに今も。ばあちゃん、うん。
った。約束だ、ばあちゃん。